白山神社は、愛知県一宮色祖川町黒田に鎮座する神社、皇玉天皇2年に、当地にて、直視をもって、祭典を行うとされたことを創始とする。神社境内より、飛鳥時代の末期が発掘されたり、周辺に、天使塚などの地名が残ることからも、その当時当たり宮を中心に高い文化を持った、集落が発達していたことが伺われる。なお、 演技式新名庁記載の黒田神社が当社である可能性が多くの書物により指摘されている。鎌倉時代末期から室町時代初期の騒乱や相次いだ騒乱で当地は痛手を受け、その復興には相当の時間がかかったと思われる。特に最後の黒田合戦により消失した当社を復旧するため土地の豪族の小島氏より社人を迎え、王子の威勢を取り戻そうとするが、 戦国の騒乱による損害が多く、復興は、父として進まなかった。戦国時代の末期、清須織田家と岩倉織田家の内乱である浮屋の、戦いにより再び消失した当社を再興したのが、当時の黒田城主、市柳直盛である、武行満、志田彦四郎を派遣して、当社を復興し、記録を紐解き頃を訪ねて、過去の祭典を再興し、さらに南、 黒田の町割り改造を行い、後の当地の繁栄の石を築いた。住民は、江戸時代を通じて、直森の恩を忘れることなく、後に廃城となった黒田城を、一柳様御立屋と、一柳様御城石などと呼び、宇じ子祭礼では、公の鎧を中心に据えて、町内を練り歩き、その恩徳を称えた。古来より放送をはじめ薬病を防ぐ神として、崇められ、 貿易の祭り、放楽会が、毎年2月15日に行われていた。市柳家が、黒田城に在城をした時期に、その命により、神官により、暴走神の演技が記されたほか、放楽会の祭礼を復興するよう指示があった。後に、終わり藩主、徳川義直の着難が、放送離間の際、 当社の霊言を聞きつけた犯行の命により7日間の祈祷が行われた結果、併用したとの記録があり、新官には勘定と白金3枚の褒美を配慮している。この後、大有徳川家で伝染病に罹患した者がいた場合は、早馬にて当社の祈祷を申し付けるのが慣例となったため、大有り家祈願書の名を与えられ、徳川家の家門である青の御門の使用を許された。このようなことから、 諸病兵与に対する諸子の数形とが熱くなったと記録にも残っており、前日の放落会の際は統治のみならず、終わり藩をはじめとする近隣の村々や諸国、大名などからも薬病兵与の願いが寄せられ、社頭は多くの人で賑わったと伝えられる。幕末の文久元年、倉人本公院宮王ポーニュが参拝したが、同年10月に格別の霊言があったとして使いを通じて、 白銀7枚を寄進した。また、同年10月には、数の宮親子内親王の江戸下校の安全を祈願させるため、同社社人小島美乃星を参伝させ、五越線、おももあかりを貸し渡しされている。文久2年、広島田、大納言忠則より、鳥居、石垣、幕一丁、水引一丁、長鎮二期、越付一本、白銀十枚の寄進がなされていたほか、 倉人より、尾張、三河、美濃、新州などから、神社造営のための寄進が寄せられている。尾張筒美荘、参考本国神明町集説、第二本誌、日本地理史料、尾張国式社座地目録、尾張国明治神明町等、尊者白山神社昇格願い、ありがとうございます。